けども、まずは今日本当にあの空港というこのなかなかないロケーションでのトークショーになってますけども、松井選手いかがですか。これだけのお客様がいらしてますが大丈夫かな、ちょっと間違えたんじゃないかなっていうぐらいの人が多いんですけどジャスティン・ビーバーは来てないですけど、はい、いや本当嬉しいです ね松井選手を見に来たんですもんね意外にちょっとちっちゃかったかなと思まあ、はい、はい、ありがとうございます。いや上田選手もこれだけのまだ両サイドから後ろからこのバックにもねいるんですけどもいかがで、ちょっとびっくりしません。いや着いた時にもう遠くから見えてたんでたくさんの方が、はい、でこう上上がってきたらもっとたくさんだ、うん、びっくりしました。僕も今日はあの松井さんに会いに来たんで松井さんにね、はい、もうシーズンオフになっちゃうとなかなか会いたくても会えないですもんね。そうなんです、だから最後に一回会っとこうか、うん、今シーズンの最後なんだっていう今年最後あ今年最後ね、はい、で浩太選手に皆さん会いに来たんですもんねこれ何回繰り返すみたいなね、はい、ありがとうございます、はい、そして岡田選手は先ほどご紹介もありましたがもうすぐ近くの子ですもんね。そうですね、ここから30分で実家着きます、はい、ねえ、はい、すぐです。今日はあの親戚が50人くらいとか聞いたんですけどそうですね、まあ来てくれてると信じてますね、岡田選手に会いに来たっていう方、いやーなんかすごい、え、一段と拍手が大きく、まあ地元ですから、はい、こんなもんです、はい、こんなもんです。いやでもこの空港というところで喋るっていかがですか、トークショーって。岡田選手気持ちいいですよね。ねえ、なんかすごい広くて、で富士山がね、あ、あほらあそこに富士山、このジュビロの後ろぐらいに。シャイですね今日の富士山、ね、松井選手わかります、もう確認できました、この先あれ、確かに確かにありますね、ありますよね、はい、もう最高ですね。富士山とジュビロの選手とっていう感じで今日はお楽しみいただきます、まずは今シーズン2015年シーズン振り返るとどんな1年だったかお聞きしたいと思います。じゃあ上田選手から、はい、どんな1年でしたか。やっぱりあの苦しい、時もありましたけど、でも最後はみんなでこうまとまって一致団結して戦えたから最後のこう負けなしで持ってきたし、うん、本当にチーム選手スタッフ、サポーターの皆さんと一つになれたシーズンだったと思ってます。9月以降負けなしってすごいですよね。そうなんです、拍手を待っていました。本当に素晴らしい、プレッシャーがかかるにもかかわらず負けなしで来られたってすごいと思うんですが、松井選手にとってはどんな今シーズン振り返ると1年でしたか。まあ、自分としてはすごく、まあ、なかなか試合に出れなかったりとか、はい、まあ、少ない時間での出場になりましたけれども、まあ、その間に、チームのためにできたんじゃないかなっていうふうに思いますし、はい、まあ、でもやっぱりコーターがね、うん、今回は帰ってきてくれて、やってくれたと思いますけど、はい、やってくれましたね、コーター選手。いや僕は何もしてないですけど、まあ、第三にいつもこう怒られながら怒られるんですか。はい怒るんですか、松井選手。僕も全然怒んないですよ。怒んないですよね、はいはい、アドバイスを受けて。アドバイスと怒るとはまたニュアンスがね変わってきますけど、そうですね、例えばどんなアドバイス。いやなんか僕がセレッソ戦かなんかに、はい、みんな揃ってないのに一人でお辞儀しちゃったりしたことがあって、キャプテンで礼儀とか、まあ違います、なんかあたふたしちゃってる時に、はい、お前ちょっと落ち着いて周り見ろよと言ってくれたり。さすが、覚えてないかもしれない。全く覚えてないいやそれだけ松井選手は周りを常に見れてるってことですよね。試合だけじゃなくて試合以外のところでも。多分試合に出てなかったから、いやいやいや、そういうところしか目に。いやそんなことはないと思う。つかなかったんじゃないかな。いやでも今シーズン終わってその大分戦のミックスゾーンで松井選手がベテランとしての仕事ができたと思うっておっしゃっていた一言がすごい印象に残っていて、あのベテランとしての仕事ができた、あの一言にはどんな思いがこもってたんですか。やっぱもっと若くなりたいっていう思いを込めて思いを込めて、はい、もっとツンツンしたいなって思って、でも若い時はもっとね、うん、
喋れなかったりとかしたんですけど、はい、最近よく喋るしあれ昔喋らなかった、あんま喋ってなかったですね。じゃあトークショーだなんてみたいな。トークショーほとんどやったことないです僕。貴重、すごいですね。それだけ変わっていったんですかね。そうですね、なんか年を重ねるごとに、はい、足を動かすよりも口ね、口ね、よく喋るようになってきて、いつの間にかこの席に座ってます。さあ座ってますね。いやでもまあこの中では一番 お兄さんというかねですもんね。はい、あれがじいじゃん。いや言ってないじゃない。お兄さん、お兄さんです。はい。岡田選手にとってはどんな1年でした？今年本